英国の台湾シフト鮮明、はい、国連参加支持、うん、対中包囲網と同時進行と、はい、産経新聞が報じています、うん、ブリンケン米国務長官は26日、はい、台湾の国連組織への参加を支持するとした声明を発表した、うん、声明は国連が中国の加盟と台湾の脱退を決議してから今月25日で50年を迎えた、はい、節目を踏まえ、この間の民主主義の成熟化や新型コロナウイルスの防疫の成功例などから台湾の排除は国連と関連機関の重要な活動を弱らせると強調、うん、他の国連加盟国にも同調を呼びかけた。米国務省は22日には台湾外交部と台湾の国連や他の国際機関参加拡大に向けた高官協議をオンラインで開催、先立つ21日にはバイデン大統領が台湾を防衛する責任があると明言するなど、台湾シフト、まあ、これを鮮明にしているということなんですね、はい、まあ、いい方向性なんじゃないですかね。そうですね、もう、まあ、国連には入れないけども、はい、アメリカがいいって言っても、うん、拒否権が中国、ロシアにあ、まあ、ロシアも多分向こう側に同調してるんでしょう。絶対ダメなんで、はい、まあ、でもそんなことアメリカ言うんだったら、うん、もうもっと20年前くらいに言えよと、もう本当思いますよ。ちょっと出だしが遅いですよね。そう、遅い、うん、とにかくアメリカの都合で、いや、まあ決めちゃってるというかね、うん、はい、だからアメリカとしても中国をかなり侮っていたというか、うん、見方が甘かったんだろうなというのもありますし、はい、うん、でこういうそのだからアメリカが流れ作ってる中で、うん、日本の立ち位置めちゃくちゃ難しいですよね、はい、だから安易に支持するとも言えないというか、うん、内心それ言えよっていう感じではあるんですけど、うん、はいはいはい、じゃあそれがまたなんかもう中国は今の時点でやっぱ日本に勝ってると思ってるから、うん、はい、変にこう尖閣あたりで衝突が起きかねないっていうのも、そうですね、ちょっと考えてしまうんですよね。台湾よりも離島を取る可能性の方が全然ありますよね、うん、台湾だって必死で抵抗するじゃん、はい、離島だと岸田でしょ、あ、ちょっとと無視しようかなみたいな、うん、米軍が出てくれないんだったら自衛隊出さないっていう可能性は岸田だとあるんじゃないかなって読まれたら、うん、離島を取っちゃおうっていう感じになるんじゃないかな。だからクリミア的手法に気をつけないといけないですよね、うんうん、だからロシアがクリミアでやったように、ああ、こうなんか謎の人たちが出てきて、うん、あ、なるほどね、そうだから尖閣にこう謎のこう何人みたいな人たちがこう出てきて占拠してしまって、うんうんうん、でなんかこう中国がこう奪いに行くみたいな、はい、なんか変なシナリオ組まれると困るなっていう、そう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 、いろんなやり方があると思うんですけど、うん、やっぱり離島の方が危ないなっていうふうには僕は、ごめん、韓国の離島があるんですけど、うん、北朝鮮寄りのとこの島があるんですけど、うん、あの辺なんかも全然やばいですよ。そうですね、うん、あっという間に取られちゃうんじゃないか、うん、そこは人いるんですけど、はいはい、そうだからクリミア本当に日本も研究していかないとダメなんじゃないかな。ハイブリッド戦争ですね。そうですね、はい、でですね、うん、まあ、当然ですけど中国は猛反発をしていまして、うん、絶対に認めずと、これも産経の記事なんですが、はい、在米中国大使館は26日に発表した、報道官談話でブリンケン米国務長官が台湾の国連組織への参加の支持を、するとした声明を同日発表したことに対し、中国は猛烈な不満を示し、はい、絶対に認めないと、反発したと。まあそうだろうね。すでに米側に厳正な申し入れを行ったことも明らかにしたと、はい、いうことですね、うん、まあ、中国はもうここ引けない一線なんで、まあ、絶対に台湾は、うん、取るというふうに言ってるわけですから、うん、ただどう考えても台湾と中国は別ですからね。そう、別です。どう考えても別です。もう体制も違うし、はい、まあ、その香港以上に、うん、まあ、歴史的な経緯考えても、はい、ただその今の特にですよ、中華人民、違いの地ですからね。そう、中華人民共和国が台湾を保有していた時なんてないわけですから、うん、ないです。それも根拠が全然ないです。根拠もないし、うん、国際法的に全く根拠のない話を中国はしているわけですから、ちょっとやっぱり日本人の認識としても、はい、そこはしっかり、そうですね、うん、台湾は台湾ですよっていうことですよね、はい、そうです。もう毛概の地だったわけですからね、うん、はい、そうなんですよね、うん、だからなんか台湾って日本とは相思相愛じゃないですか、はい、この関係を継続していきたいですよね。だからまあちょっと連邦を組むって言ったらあれですけど、うん、なんかもうある程度いろんな合意をして、うん、国としての権利を日本が持ってるわけだから、うん、それを台湾に日本と同じ権利を与えてあげる、うん、っていう形に
して融通していかないと、うん、台湾って国連で認められてないんで、うん、船が台湾の船が沈んだとかの時に助けてくれるかどうかとか含め、うん、今回だってワクチンだってもらえなかったりとか、うん、いろんな点で国際社会の中で冷遇されてるんですよ、うん、アフリカのしょぼい国は国連加盟国なのに、はい、台湾は中国のせいであれだけ民主化が進んでるにもかかわらず認めてもらえてないんですよ、うん、だからそれをなんか日本がうまい形で、融通させてあげる、いろんなものをね、うん、あの医療にしろいろんな情報だ、あの WHO にも入れないわけですから、うん、だからそういうのも全部日本が優遇してあげるっていう形にしていくしかないかなというふうに、ね、そうですね。だからその日本政府の動きとして、うん、まあ、この近年で良かったなっていうのはやっぱりワクチンを融通したっていうのが非常に良かったですよね。そう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 、はい、だからあの時もやっぱ中国からいじめ食らってるから、うん、なかなかその欧米のワクチンをこう入手できない中 で、 そうです、はい、まあ、日本のそのちょっと余ったアストラゼネカをこう向こうに融通してっていう、はい、まあ、この関係っていうのはしっかり継続していかなければいけないですし、はい、そうですね、なんならね、やっぱ台湾って成功例として、まあ、序盤ではこう扱われていた、うん、はい、地域なので、それがやっぱ WHO にいないっていうのは、うん、なんかこうどうなんだっていう。じゃあそうなんですよ、うん、あれだけ、まあ、GDP もあって、うん、人口規模もあるわけで、うん、台湾で言えばヨーロッパの一つの国ぐらいのものぐらいの規模ありますからね。規模は全然あるわけですから、うん、それが認められないのはおかしい、うん、はい、よほどですよね。そう、民主主義だし、うん、はい、なんか小国で認められるものが本当に認められないっていうのは、そういやおかしな話ですし、はい、いやあれこそなんか今その盛んにね SDGs だとか言って、うん、はい、持続可能な社会を実現しようって言ってるのに、はい、あれやっぱ持続可能にならないと思うんですよね。そう、ああいうその台湾をはぶるみたいな、そうだから持続可能とか言うんだったら、うん、台湾みたいな国の2500万人ぐらいか、うん、あれを救うっていうのは大事じゃないのって、うん、民主主義でやってるわけだから、独裁であの人が虐殺されたりとかしてるわけじゃないわけだから、うん、じゃあ僕らのしてないわけですか。ああいうなんか SDGs とか、はい、脱炭素ってちょっと懐疑的というか、うん、なんかねしょうもないなと思ってるんですけど、うん、はい、利用はしてやればいいかなと思ってるんですよね。利用する、はい、そうだからそういう、うん、だからそのね、人権が大事だとか、はいはいはい、その貧困をなくそう、うん、だからそういうのをこう利用して、うん、そうだからなんかこう使えるものをこう台湾とか、うん、そういうなんか安全保障上にこう、はいはい、人権っていう観点で、ね、はい、その中国を攻めていくっていうものに使っていけばいいんじゃないかなというふうに思ってるので、はい、そうだから日本としては、まあ、単純その軍事支援とか、うん、そういうのは難しいわけじゃないですか、はいはい、だけどその、まあ、台湾有事の際には、まあ、ある程度やるよっていうポーズはしっかり見せとかなければいけないですし、うん、まあ、いろんな観点からこう攻めていくっていう、そうですね、うん、台湾も必死ですからね、うん、もうあの TSMC の半導体だけが、うん、もう台湾を守る一つの命綱になってますよね。命綱になってるから、はい、そうですね、やっぱ日本にも来るし、そうです、アメリカにも行くしっていう、そうです、はい、でちょっとネットワーク張ってね、うん、あと中国からも攻められないように中国にも工場あるし、はい、もう本当三股をかけて、そうもう攻められないようにするためにね、うん、はい、そうですね、いやなんとかこう持ちこたえなきゃいけないですからね、はい、うん。